はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、久しぶりに楽天モバイルの話題になります。11月23日、木曜日午前中です。ね、はい、今回はこちらの内容。ついに、SIM 交換有料化。ね、3,300円、税込みです。12月の13日からになります。ね、まあ、いつも突然やってくる、これがね。はい。もう楽天モバイル、ね、もうイケイケどんどんわっしょいっしょい、ね、はい、いくよ。今回はゆうすけさん、ね、もう速攻で、もうね、教えてくれました。楽天モバイル、物理SIM交換手数料0円を廃止、3,300 円に値上げ、ただし eSIM は0円のまま、ということです。ね、まあ、ここがね、よいしょ、この、まあ、楽天を見ていきましょう。ね、重要。SIM 交換再発行手数料の料金変更のお知らせということで、11月の22日、ね、昨日これ更新されたんだね。お客様各位、弊社より楽天モバイルをご利用いただき誠にありがとうございます。本当にそう思ってんの？楽天モバイルをご利用してると思ってるの？ポイ活のためのただの道具じゃないの？2023年12月13日水曜日午前0時より SIM 交換再発行手数料の料金を変更いたします。変更内容については以下をご確認くださいということで、このようになっています。今現在ね、今現在改定前は SIM 交換再発行手数料は無料です。0円ですね。楽天モバイルは0円ね。どっかのミッキー会長がね言ってたよね、0円なんですね。あのスタートは何だったんだね。コロッ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 ね、カルあれもこれも0円ね。あれは何だったんだね。はい、そしてね、改定後です。 SIM 交換再発行手数料、これ SIM カード物理 SIM が3,000円、税込みで3,300円。このね、もう税込み税別ってね、やめろよ、ほんと。もう全部税込みにしろよ。ね、税別表示って必要だと思いますか？私はもうずっと前から言ってるんだけど、この税別表示は何のために存在するんですか？一般の消費者には全く関係がない。ね。もう子供たちにとってもよくない、ね、ほんとお財布の中にいくらあるのか、そこからいくら払えばこれが買えるのか、ね、それでいいじゃないか、ね、全部うち税でいいんだよ、バカバカしい、ね、ほんとアホな国だ、ね、そうすればいろんなねちっちゃい個人商店とかね、小規模な会社いじめなくて済むんだよ。消費税が上だからあれを全部交換して交換してね、とんでもないお金がかかるね。うち税だったらそんな必要はないだろうね。まあそんなわけでね、だって消費税だとおかしいんだよ。売上1000万超えたら翌々年の売上からねかかるわけで、ほら悪いねレンタルなんちゃらとかね、ああいうのって大体2年ぐらいで潰れるとこって結構多いじゃんね。でガバ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 儲けて、で1000万超えて2年後にもう存在しなければ下の預かった消費税丸儲けだからね、これね。こういう特典があるわけで、まあ、結構問題になってるんだけどもね、まあどうでもいいや。で、この eSIM に関しては SIM 交換再発行手数料は0円のままなんです、これはね。で物理 SIM の交換に関してはお金がかかる。でまあ国がねもう eSIM の方にね全部やりたがってるね。まあそれはいいとして、このねお手数料ね、この SIM の交換に関するお手数料、確かにねお手数はかかってるんだよ。まあ、封筒に入れて、ね、SIM の、ね、切り抜くやつとこれだね、うん、まあこれと何かしらのペラ入れて、で印刷してね、住所を貼り付けて、で送らなければならない、ね、で大口の契約をしていたとしてもやっぱり送付するのにはやっぱね何十円かかかるでしょ、1通あたりね。でやっぱね物理SIM、これはやっぱり作るのにお金がかかってる。これはね少なくとも1円2円3円ね、やっぱりお金がかかってる、ね、もうちょっと10円ぐらいかかってるのかな、ね、お金がかかってる。だから送料の方が一番お金かかってると思うけど、でなんだかんだ手間賃もかかってるので確かにねお金はかかる、本当ね。でこの eSIM は全部システムでできるから実経費がそんなかからないよね、本当。まあ、プログラムが勝手にもう電気代だけだからね。なのでコンピューターがパッパッパって処理するものにそんなお手数かかんないわけだからね、まあ、とりあえずジレンのままでいいでしょうと。でただこの SIM 交換再発行手数料がこれがねこのお手数に3300円っていうのはちょっと高いんじゃないかなとは思うけどね。でもこの金額ってどこから出てきたのっていうと、まあ大体今までこんなもんだったよねっていうね。まあ、他のところはもう三大キャリアはボン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 値上げしたけども、まあ、とりあえずこんなもんだよねっていうことでね。であれと同じだね、あれと同じではないわ、ぼったくり金なんだっけ、使うつもりがないってうちが判断したらね3000円だ、ね、罰則だ、ね、ペナルティーだってね。あれは付加税ね、非課税なんで付加税ね、付加税って書いてあったけどね、あれは3000円ね、税は関係ないね、付加税。こっちは税込み3300円ですね。でまあこれは別にね再発行手数料交換手数料なんで楽天モバイルの新規登録の時にお金がかかるわけではないね。なのでSIM の交換をしたいっていうのは物理 SIM からeSIM に交換したい、 eSIM からやっぱり物理 SIM に交換したいっていうね、まあ、そういう人がかかるお手数料だねこれね。この eSIM への交換手数料はゼロなので、物理 SIM から eSIM に移行する場合は発送するものはないのでメールでやり取りできるからね。なので、まあ、とりあえずお金はかからない。で eSIM から物理 SIM に再発行する場合はお手数がかかるから3300円なんだね。でそのお金をかけないでやるとしたら結局番号が変わってしまう、ね、要は今お手持ちの eSIM から物理 SIM にした場合はじゃあこれを解約する。解約してで物理SIMを新規で契約すれば手数料は0円だよね。だおじみたいに電話使わないから電話関係ないやデータだけだってね、データしか使わないから番号なんかどうでもいいやっていう人はeSIM から物理SIMに、ね、交換する人は解約してこっちを新規でもしかればすぐ来るわけなんでね。で、まあ、そこのラグを考えて、まあ、日に月をまたぐまたがないをちゃんと計算して、まあ、うまく注文すればねうまく切り替えすることができるわけです。ただガチンコでもうこの電話番号が手放せないっていうね、そういうもう完全楽天モバイルに乗り換えちゃって、それで今 eSIM のものからちょっと物理SIMにスマホに乗り換えたんで、ね、なのでこっちにしたいっていう人ね、そういう人が困るよね結局。で冷静に考えてみると楽天モバイル1本で使ってる人ってどれぐらいいるんだろう。楽天モバイルの電話番号だけをメインで使ってる人ってどれぐらいいるんだろう。ゼロとは言わないけれども本当ね徹底的にケチな人、欲が多い人ほど騙されるってよく言うじゃん。おじい言ってるでしょ、詐欺に引っかかる人は欲の多い人だね。儲かるとか、ね、投資だとか、ね、そんなうまい話があるわけないし、こんなものを教えてくれるわけがない、ね、欲の深い人ほど引っかかる、ね、でスタートした時にね、こんな人がいたね。静岡のね、飲み屋のママさんね、でまだ全然スタートしてね、そんな使い物にならないのに乗り換えちゃった、ね、乗り換えちゃったら県外で、ね、お客さんからの電話が来ない、商売上がったりだっつってね、普通のスマートフォン1万円で使っていたとしたって商売で使ってるわけだからね、経費でしょ。しかも大切なお客さんのやり取りはね、1ヶ月間使えて1万円だとしても安いもんじゃん。それをちょっとでもまたケチって楽天モバイルにしてね、電波が来ないだ悪いだっつってね、文句商売のものをそこまで商売はケチったらいかん、本当ね、そう思うんだけどね。ただ本当ね、プライベートでも楽天一本に絞って使ってるっていう人が今どれぐらいいるのかなって考えると、実際に eSIM に交換、eSIM の交換手数料は eSIM から eSIM とかね、だからスマートフォン変えたってね、もう今 eSIM 使えないスマートフォンってもう発売しないでしょ、ね、もう eSIM が使えるものしか発売してないじゃん、ね、だからこう機種交換したって0円なんだよ、ね、だから本当ね、このパターンってどういうパターンなのかなっていうと、例えばWi-Fi にね、SIM を入れたり戻したりしたいとか、ここに書いてあるように楽天ターボを含むって書いてあるんで、これね、楽天ターボ自体は知らないけど、実際使ったことないから分かんないけど、ここに入ってる SIM もこれも何物理 SIM と eSIM できるのこれ。おじよくわかんないけどね。ただこれ楽天ターボって物理 SIM しか存在してないと思うんだけど、楽天ターボの場合って再発行手数料って、楽天ターボの再発行手数料、楽天ターボでも SIM 入れ替えすんのって、ちょっとあんまりこれちょっと意味わかんないけど、なんかの不具合とかなんかなくしちゃったとかで再発行する場合は有料だよっていうことだと思うけどね、おそらくね。でこれが支障があるかどうなのか、影響がある人ない人いると思うんだけど、でもまずは影響のないものからじわじわとね、あの時にああ言ったじゃんこう言ったじゃんね、日本の携帯代は高すぎるってね、楽天モバイルはこれも0円あれも0円これも0円でね、カファレンスは何だったんだ、ね、そういう声もあるかもしれないけどもね、こうなることはみんな予想していた、ね、早いか遅いかだけのお話であって、もうとりあえず全部有料化になるよ、ね、楽天モバイルが三大キャリアと、ね、同等に戦える状況になった時には三大キャリアと何も変わらない状態になってると思うよ、本当に。逆に高くなってるかもしれないね、本当ね。はい、そんなわけで今回はね、この有料化について、3300円。でも、実際に楽天モバイル黒字化に向けて、足を引っ張ってるのは何なんだっていうと、やっぱりこの物理支部にかかる、このね、このペラペラのプラスチック、これにお金もかかってるわけだし、送料もかかってるわけだし、人件費もかかってるわけだよね。なので、どんどんね、契約者数を伸ばすためには、こっち側の物理支部に関してのね、これをなんとか減らさなければならない。じゃあ、物理支部はなくしてしまえばいいじゃないかって思うかもしれないけど、新規契約で物理支部なくしたら、すごいことになるからね、そこはなくすことはできない、ね、将来的には物理支部はなくなると思うんだけどね、それまでは、削ることができない、そんなわけで、他の三大キャリアとかそういうのはもう eSIM だろうが物理支部だろうがお金は取る話なんで、まだ痛手は少ないよね。普通に使ってる方は普通に何も困らないね。で特殊な使い方をしてる人はあーってことになるね。じゃあおじいはこれが困るかっていうと全く困らないね。だって番号変わっても全然構わないから、なんか一緒にね新規で申し込めばタダなんだから、まあ、その前に楽天モバイルが必要ないからね、楽天モバイル下で契約はないから何も困らないけどね、楽天モバイルがなくても快適だからね。楽天モバイルがあったから、楽天モバイルのおかげでね助かってるよっていう方結構多いと思うよ。ちゃんと使える地域の方、わしゃもう楽天モバイル1本で絞ったわいってね、いいんだよ。ソフトバンクの時もそうだったからね、全くいいんだよ。ただ大震災とかそういうのが起きた時に楽天モバイル持ってた人だけが安否確認ができないとかね、繋がんなくなるんだよ、うん、ただでさえ電波がね不安定なのに繋がんなくなるんだよ。そうなった時に初めて自分の命というものと、まあ、考え出す、ね、元気なおじいがソフトバンクプラチナバンドをね停止する前にずっと使ってて、で大きな地震ねあって、でソフトバンクだけがつながんなかった、他のものはつながってたね。本当自分前にね後から聞いたんだよ、いやもう電話もつながんなくて参っちゃったよね。え別につながってたよ、えどこってね、いやどこもKDDIもつながって、うっそーもうどこもつながったのって、ソフトバンクだけじゃないつながんないで、っつってネットではみんなね電話つながんないつながんない、いやつながんないよね。ソフトバンク組はソフトバンク組だけは全滅だったんだよ。だからその時に980円ねホワイトプラン安いっつってドコモからね移ったんだけども、万が一なんかあった時にそっか命が助からないなってね、その時に初めておじいは考えてドコモを契約した、ね、なんでさすがのおじいも万が一の時のことを考えて死んじゃったらもう終わりなんで命1個しかないんで、ああやばいやばいソフトバンクプラスじゃなかったからか、あー失敗しちゃったな、じゃあおじいの命1個死んだ、はい、じゃあ2機目ターンタ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 ンピュ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 ンチャラララチャンチャンでポワン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 ってね、またやられちゃった、はいじゃあおじいの13機目チャーンチャンチャンってね、ゲームのようにねやり直しができないのでね、なのでまあこういうね電話っていうのはつながらないものを持っててもね本当にしようとする時に困るなと思ってね、おじいはドコモを契約してね、でソフトバンクがねプラチナ会社に手にして、で使えるようになって、そしたら戻ったけどね、仕事で使うのに安い方がいいね、バイトなんかしててね、電話がないと仕事にならないんでね、そうだったね。で何にもしないとここにこもってると携帯電話いらないんでね、携帯電話なくてもよかったんだけどね、300円携帯持ち出して、うん、でいらないけどずっと持ってるけどね、うん、まあ何かあった時にね、まあ、今何があるか分かんないからね電話は使わないけど一応保険だよね。買い物行く時に持ってって、ね、もし万が一何かあった時ね悪いやつにあおられた時にね「今あおられてます」って言ってねそっち向かいます」って言うのはこれで連絡するものがないと困るでしょね。助けてくださいっていう時にそんな時に楽天モバイルで「いや住んでるところとか仕事場ではつながるけどいやここして道路はね」なんてねそんなところでね「あれあら」っつってね「あもう殺すぞ」みたいな感じでね来て「ギャー!」っていう時にで楽天モバイルだったら「ああつながんない電波が圏外だ!」っつってここで命を左右してしまうことになるかもしれない、ね、だからおじいはソフトバンクを解約しないでね、楽天モバイルを別個に契約とかねやってたけども、やっぱりちゃんとした電話持ってないと怖いんでね、私は楽天モバイル1個に絞ることができなかった理由、年間通してソフトバンクにね毎月2800円ぐらい払ってるんで3万円いくらもったいないじゃん、すごくもったいないんだけど、でも、まあ、万が一なんかの命がかかってるものだから、楽天モバイルには変えられないなって思った、個人的にだよ、個人的にのお話です。はい、まあそんなわけでね、まあちょっと余談が増えちゃったけどもね、まあついに SIM 交換有料化ということで、次は何が有料化になるかな、またね、まあ当たり前、まあ使い物になれない、価値がない、だからこそ安売りをする、ね、1年間ただから3ヶ月ただになって、ね、まああれもこれもただで、ね、使い物にならないけどね、安かったらいいだろうみたいな、そこからだんだんね、近いものになってくることにどんどん値段の方も不調になっていく、ね、まあ当たり前のことではね、普通に考えればね、だって楽天モバイルって楽天グループって事前事業一個もないから全部会社なんだよ、株式会社なんだよ。株式会社って何やるの、ボランティア団体じゃないんで利益を追求するんだよね、会社っていうのはね。儲からないとは意味がないので、儲かることを商売でやる、ね、そんな国民のことを思ってるわけないじゃん自分が儲かることしか考えてない、決まってんじゃん、だって儲かんなかったらやるわけないじゃん、だってそうでしょ。いや楽天グループの経費で毎月1兆ずつ赤字になるけど、でも国民の皆様のためにね、日本の携帯は高すぎる、ね、だから安く提供しますってね、こんな会社なんてないから、絶対ね、利益を追求するもんだからね、だから楽天モバイルが、ね、悪だとは思わないよ、会社として当たり前のことだから、これはね。はい、そんなわけでね、クレジットで楽天モバイルなんてあれでね。だからね、いろんな意見があるかもしれないけども、ね、そんなおいしい話はない、ああ言ったじゃんってね、これああ言ったじゃんって言う人っていうのは大体騙される人なんだよ、ね、あの時こうやって来てだからこうやって契約したんだよ、あの時こうだって言ったじゃん、いやあの時は今もう内容変わってるんでもう客も変わってますしなんてね、そんなの聞いてないよ、お客様に数字を言ってる方ですよとかね、でもっとひどいのは国だよ、道路交通法とかさ法律が変わるじゃん、でも免許持ってる人に 100% 全員じゃあ伝わって理解してるのかっていうとしてないね。で免許書き換えの時に3年もしくは5年に1回書き換えに行った時にね新しい道路交通法があるね、あれをポンチって渡されてね、でそれを勝手に見て今こうなんだ、いやその前にそれで知る前に変わったことを知らなかったら困るわけじゃんね。だから本当ね楽天モバイルの場合ねまあ自分のところでこうやって告知してるけど道路交通法なんかもね国民が知らない間にどんどんゴロゴロこう変わってるね。でなんだっけ二段階右折ってまだあんのかな、二段階右折とかでやっぱやめたとかコロコロからやっぱ場所によってこうしようとか二段階右折禁止とかねおはけが分かんない、じゃあそんなものをじゃあみんな理解してるのかなとかねあるでしょ、ね、だから本当ね楽天モバイルよりも国がおかしい、まあいいや、まあ世の中はそういうもんですよってことで終わります。はい、終わり。じゃあね、皆様の解散指令。